嗨嗨，我是猫，欢迎回到我的频道。我凯蒂，今天呢，我们夫妻俩有一个非常重大的事情要跟大家报告，那就是我们开旅行社了。Dream come true 的感觉，真的美梦成真。So, 私たちは旅行会社を立ち上げました。すごいこと。对对对，现在就是我们旅行社的 social media， 有 Instagram、Facebook 跟 Line。我们按赞 follow 的人呢，之后只要参加我们的旅行团，或者是用我们的一些服务之类的，都会有特点，所以就趁现在全部 follow 起来吧。我们将旅行社命名为新冒险，因为 Hiroki 跟我都相信人生本来就是一场冒险旅程，而且不一定要攀岩或者是上山下海才算是冒险。我们希望大家可以透过新冒险的旅行，发现属于自己人生的新的冒险方式。我拍 YouTube 将近快十年了，就是分享了很多我的日本生活啊，介绍很多日本的旅游景点啊。那真的蛮常收到一些 email 会问我说有没有在做地陪，就可以带他们去一些隐藏的景点啊，当地人才知道的好玩的地方啊。有些是家族旅行，也有一个妈妈带三个小孩的，也有一个人来旅行的，都有。那我是真的很想带大家去玩，因为你们来旅行写信给我，来到我的城市有想到我，这样子就很感动。但是我就真的是一个人的力量有限，而且很多时候那些 email 都是可能比较临时的，可能明天来或者是可能下礼拜来这样。那我自己有一些本身的安排嘛，有时候真的是蛮难去配合的。我就一直有在想这件事情。那有一天呢，我就突发奇想，如果我开旅行团就没问题啦，大家先把时间约好一起来，我也有时间准备。一直以来我都是透过拍影片带你们跟我去旅行嘛，那今天呢，我就想要打破这个荧幕的距离，要直接带你们去旅行，实际的感受去体验，还有留下超棒的回忆。でもやっぱり旅行会社で立ち上げるの簡単なことではありません。まあは本当に動画撮ることしかできない。いろんなまあ旅行業務とか会社の経営とか全然わからないから、でちょうどひろきもすごく旅行にずっと興味持ってて、で会社の経営とか管理とかも経験あるから、怎么说呢？就是夫妻同心其力断金。一緒に旅行会社やるの決めたと、他真的是今年就东奔西走，然后我们。终于拿到了旅行证！哎，今年呢，一支旅行免許取りました。今年の秋に取りました。もう本当に最近のこと。最近。そう、本当にお疲れ様。ええ、本当に良かった。本当にひろきがいないとできないこと。まず僕は旅行大好きです。今年台湾3回目。そう、今年3回目行ったね。そう。いや、それは奥さん大好きだから。そういうことです僕にとって、まあ、旅行っていうのは新しい景色に出会います。で、新しい人たちにも出会います。新しいグルメにも出会います。新しい文化に触れることもできますし、新しい体験もできます。なのでいつも僕旅行のこと考えるだけで結構気持ちが高ぶりますし、本当に旅行に行くといつもワクワクが止まらないです。これまでも企画とかしたりするのすごく好きで、まあ、企画して友達と一緒に結構行ったりとかしてました。そんな旅行をマオと一緒に企画してツアーを作っていったら、もっといろんな人に関わることができるし、関わってくれた人みんな楽しませる自信もあるし、まあ、そんな思いもあって、まあ、旅行会社をマオと一緒に作っていくことにしました。マオと結婚して今は実家に長く住むことが多くなって、それでマオの YouTube で実家の様子を撮ったりとか、本当日々日常のことを撮ったりして、動画見てくれた方がすごく喜んでもらえるのをマオを通して知ることができて、あ、この香川って結構田舎だけど、まあ田舎なりのまた良さもすごくあるんだなっていうのは気づきました。香川の良さもまたそういうツアーとかそういうのを企画して、そんな僕が生まれ育った日本をもっとみんなに知ってもらいたい、素敵な場所にまあ訪れて、まあ何かを感じてもらいたい、素晴らしいものを一緒に発掘していきたい、そんな思いもあります。あと日本ってラーメン、お寿司、お好み焼きとか天ぷら、もう本当にね、日本独自のグルメたくさんあります。伝統的なお祭りなど日本独自の文化もたくさんあります。本当に一年中違う時期に違う地域に全部違うから本当に面白い、いつも盛り上がるな。その地元しかない文化が見えるね。そう、本当にそう。なのでみんなで旅行っていうツアーを通して一緒に楽しんでいけたらとても嬉しいです。まず一緒にこの旅行のツアーもどんどん企画していきます。 OK、
那我们的旅行社会做什么样的内容呢？まず自分たちのツアーはもちろん有名観光地には連れて行きます。プラスアルファで他のツアーでなかなかできないことを一緒にやっていきたいです。そう、本当にそうなんですね。やっぱり僕自身の体験ですけど、結構海外とかに旅行に行くことも多かったんですけど、その旅行を振り返ってみて、結構印象に残ってることって、その国々で触れ合った人たちとの思い出や、その文化の交流、体験のイベントに参加したりとか、そういうものがすごく印象に残っていて、なんですかね、綺麗な街並みや景色を見るのはもちろん感動するんですけど、ずっと心に残るのは地元の人たちと触れ合った思い出。感動が残るよね。感動が、そう。なので僕はそういう地域の人たちの触れ合いや、まあ文化の体験、そういう交流、そういうものを重要視してます。自分たちのツアーにも取り入れていきたいなって思ってます。そう、なんかこういう人との触れ合いというのがツアーでなかなかできない、個人旅行でしかできないイメージじゃないんですか。そう、だから私たちはツアー参加してもらう時にも個人旅行でしかできない経験をみんな体験させたいです。そうだね、個人旅行でもなかなか行けないところみんなを連れて行きたい。自分たちは実際ここに住んでるから、ここに住まないと知らない情報とかたくさんもあったり、あと地元のつながりがないとできないこともあるね。ツアー参加しても個人旅行で日本に来てもなかなかできないと思うから、本当に貴重なこと、貴重な経験をたくさん一緒に作っていきたいと思います。そう、那当然呢，我们也有计划在旅行团里面跟大家见面，还有一起玩的时间，详情呢都放在说明文的行程表里面。那我们的旅行团呢，基本上会是小人数限定的超深度旅行团，也希望是可以每个月都出发。最新的开团通知呢，都在 IG， 就不要错过了。毎月ね、少しちょっと毎回ちょっと違うテーマの、ちょっとずつ変えていきたいと思ってます。で、たまに超限定なツアー内容もやりたいよね。そう。多分一生一回しかないかもしれない。そうだね、一生に一回のような、秘境の地にも本当は連れて行きたいと思ってます。みんなのこれからのお楽しみね。お楽しみに。じゃあ早速第一弾ツアーを紹介したいと思います。ツアーの第一弾、香川の年越しの旅。年越しの旅です。我们的旅行团第一弾就是香川跨年之旅。一个嘞，すごい内容だね。そうだね。我们第一弹就已经是这么重大的企划，真的很值得当我们的第一弹。今から募集を始めます。对，那我们的报名方法在说明文里面，大家可以去 check 一下。我们这次的旅行团呢，我们是在日本的国内集合，所以不管你是从海外过来，还是从日本国内过来，都可以参加我们的旅行团哦。海外から来る方は空港集合になります。高松空港ね、今花航都有直飞，很方便。国内から来る方は高松駅集合になります。So, 大家来，大家来，我上个带去的车来。做什么事都是从原点开始嘛。Hiroki 的老家在香川，我们的第一站当然就是从香川出发，五天四夜的旅行。那一定会带大家去看我超喜欢的濑户内海，那个和平的海跟无数的小岛屿组成的那个像画布一样的画面。一定要带你们亲眼看一下。说到濑户内海，就不可以错过直岛，我们要去看安藤忠雄设计的地中美术馆，然后岛上还有很多艺术品啊，草间弥生的经典作品啊。旅行当然少不了美食美景，说到美食，香川绝对不能错过的就是うどんです。そう、香川はね、もううどん県と呼ばれてるよね。そう、本当に日本で一番うどんが有名な場所といえば、もう香川県なんですね。还会带大家去最近超级人气的打卡景点天空鸟居，跟当地非常有名的神社一起去参拜。那这个跨年之旅呢，除了要带你们大玩香川之外，有一个非常大的主题，就是我们要在 Hiroki 的老家跨年。对，就是这个老家。这次旅行我觉得它最特别的地方，就是要带大家一起来体验日本人日常的跨年。大家可能有看过之前我拍的 vlog 吧，就是在老家一起跨年的那个影片。日本的年越し何する？年越しそばを食べます。絶対食べる。あと紅白ね、絶対見ないといけない。私日本来る前にも台湾で頑張ってなんか見る方法を探してみてた。そうか。ね、ゲーム。まあ神社でお参り、初詣ね、初詣、大年初一要拜拜，因为跨年就是相当于我们的农历年，就是过年的这个概念じゃ。あと次たちに絶対でその超豪華のおせち料理を食べます。そう。それもみんな一緒に実家で食べたいと思います。食べます。这一次呢，就是真的非常的狂，我们要带你们跟我们一起跨年，把你们通通带回 Hiroki 老家跨年。这个真的是一般大家来日本，你不可能去体验到的
体验嘛，即便你在跨年期间来到日本，你也不可能跑到一个日本人家里面去体验到这些嘛。不用说旅行好了，一般你住在日本，可能都没有这样的机会。所以我觉得它会是一个很难得，也是会是一个很珍贵的体验。因为像我来日本留学，其实大家跨年也都是自己就是跟朋友跨年。以前因缘机会认识一些日本人家，有在他们家跨年过一次吧。然后我也是就是很有缘分的认识到 Hiroki， 我们结婚，然后有在自己的家庭，就是我们的这个日本老家，我去年才第一次体验到这种很家庭式的跨年。要不是有特别的缘分，不然你一辈子真的很难有这样的一个机会，真的在跨年的时候在普通的日本人家一起体验很日常的跨年，这个经验是很难的，没有的。但是你只要参加我们的旅行团，你就可以体验得到啊！这是我毕生累积下来的一个精华，就这样要跟你们分享。这个旅行团呢，就是开放给所有的人，不管你是我的老观众，还是你今天不小心刚好点到这个影片呢，都非常欢迎来报名参加。你可以跟你的姐妹们、兄弟们，带你的爸妈、带你的小孩们一起来参加，都非常的欢迎。今回のツアーは自分の実家でするということもあって、まあ8人までにしました。超少人数限定な。そう、まあそんな多すぎてもちょっと人が入れなくなるので、8人で開催します。応募人数が8人超えた場合は抽選になります。抽選の発表いつ出るとか、全部ウェブサイトとインスタなどで公開しますので、はい、チェックしていてください。まあ毎月出発したいと思いますので、もし抽選で参加できなかった方にも次に使えるクーポンなどを発行しますので、ぜひよろしくお願いします。今回のツアーに関しての不明点などの問い合わせ、あと応募についてはすべてウェブサイトからよろしくお願いします。で、みんなもう大胆に中国語で書いてもらって大丈夫です。私一緒に見るから。那大家的 Q&A 呢，我们就会依序回复。如果说讯息比较多的时候呢，可能要麻烦稍微等我们一下下。OK。另外呢，其实我们现在还有在就是筹备中另外一项服务，它会是 LINE Group， 然后我们会提供一个就是全班的日本旅行服务，主要是提供给自由行的，不管你是要预约私人导游啦、租车啊，还有hotel啊，因为日本很多hotel它很棒，但是它比较有历史，是一些老爷爷奶奶在经营的，他在经营的那一种，他们都没有网站，你要打电话才能预约，这个对外国人来说是有点难嘛。所以我们也想要就是在这边可以帮大家去预约到这些好的旅馆。还有你们在旅行期间的一些疑难杂症啊，碰到 trouble 啊，我们都希望可以帮大家解决你们的问题。那这个服务呢，现在是还在筹备中啦，但现在呢都已经可以先加入了。只要是在2023年的12月31号前加入这个 LINE Group 呢，就有之后可以用的折扣码送给你哦。ということで。皆さん、応募お待ちしてます。もう年末年始一緒に過ごそうね。過ごしましょう。ね、みんなと一緒に年越しするの楽しみ。楽しみしてます。ドキドキもしてる。那就期待跟你们在年底香川で见面咯。等你们的报名。待ってます。大家记得去点说明文的我们的旅行社官网，上面都有报名链接跟报名方法。 OK， 那大家我们就年底香川见咯，拜拜。